キャー、助けて。お前はもう逃げられへんで。キャー、気持ち悪い。誰か助けて。誰が気持ち悪いや。ここはな、北海道や。レンジャーとも来るわけない。待てレンジャーか。俺たちは北海道の治安を守っているレンジャー、ギャンブル戦隊マナレンジャー合体。ほっと、あ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 、しっかりかよお前。痛い、やってるお前。なんやお前ら、お前らなんか知らん、見たことないわ。すみません、助けてください。よし、行くぞ。うん、おう。あ、着いたぜ北海道。確かにこの辺で声がしたでござるな。これだけ広かったらお金でも待ってるんじゃないかな。わあ、ミーミー雪見るの初めてだっちゃう。ああ、キャー、何やってんだぜお前ら、その子から離れろぜ。あ、なんだてめえら、見ねえ顔だな。俺ら以外に北海道にはレンチャーいないはずだけどな。あ、偽物か、てめえらコスプレイヤーか。俺たちは東京から来たレンジャーだぜ。そうでござる、東京からはるばるその子を助けに来たでござるよ。ドフロメット北海道まで来てるのか。女子のスカートめくるなんて最低だっちゃお。あ、東京のもんが口出しすんじゃねえや。そうだよ、分かったらさっさと東京に帰りやがれ。女の子は俺たちと遊ばない。よし、どっちが本物のレンジャーなのか勝負するぜ。あ、望むところで。あ、いった。え、何が起きてんの俺。つまりはこういうことやな。君らは北海道のレンジャーで、あんたらが東京のボンボンレンジャーやな。なんでかな。いらんねん、そんないっぱい。あ、真のレンジャーがどっちなのかはっきりしてもらうために今から対決してもらうぜ。レンジャーには50メートルを走ってもらうぞ。しかし目の前に怪我をしているおじいちゃんと女子高生がいるぞ。どっちを助けるかはレンジャー自身で決めてもらう。レンジャーなら目の前で困っている人がいたら助けてあげるのが当たり前。どんな状況でもレンジャーなら関係ない。そして先にゴールしたレンジャーの勝ちとなる。それではゲームスタート。じいちゃんと JK どっち助ける。ガゼン女だろ。せやな。いやでもじいちゃんも助けた方がいいわ。お前3人で JK じゃない。仲良くさ、うん、一人で JK はちょっとだってほら追い先短いんだからさ。どうせ、うん、JK は日本の宝やで、うん、みんなで行こうや。大事にしとかんと、うん、足触れんのか。触れる。よし、誰が行くぜ。それはもちろんリーダーがいた方がいいんじゃない。いやでも相手は男だぜ。女子のお色気作戦を使えばあの男子たちはメロメロになるはず。その間に 50m 走り切るぜ。でも私たちが行かなくても女子の足ずっと触りたいからゴールしないんじゃない。ひひひひひ、女子が行けって言ってるぜ。よーい、スタート。おどいて。どれか選ぶの。はい、手をつないでゴール。ゴールしてゴールします。お前、あともう。
ありがとうございます。よーい、スタート。うわーらー、しらー、やってんの。うわー、うわー、さあ邪魔だ、お前邪魔だ。あこれ、あー、来た、オンブをしてゴール、よいしょー。こういうのは…あー、おたちょっと…いけー、よし、いけ、レッド、大丈夫です。レッド、動かないでね。よいしょ、やばい、負けるぞ、負けるぞ、お前早く、いけあー、やばい、やった。よし、2対1でボンボンレンジャーの勝ちだぜ。さあ、まあまあ怪我にしちゃっただけだしな。まあ、あっちすぐ女に行くな。お前じゃねえそれ。すぐまずじいちゃんを助けないと。いや、それは、まあ、そりゃそうだな。それはそう、高齢者の方いたわらんと、最初にまず、うん、女好きのレンジャーとかちょっとありえんわ。あ、普通にないわ、あれはないな。特にあっちの赤いやつな。あ、うん、誰あれ。しかも、あの、ここの B の髪ペロペロだからな。なんすかね、じゃん。あれ、貧乏の B だな。確かにな。だからよし、今のはウォーミングアップや。これからな、本場の戦いをやってもらう。貴様らに武器を与えよう。これとか、これとか、これとかな。じゃあ、遠慮なく。待て、ん、ちゃんと対決して獲得してもらう。対決内容はこれや。今回の対決はビーチフラッグ武器争奪戦やで。好きな武器を見つけたらその武器のフラッグを全力で取りに行く。いい武器もあれば全然使えないものもあるから早い者勝ちだ。3本目の勝利につながる武器を手にするのは誰なのか。それではゲームスタート。それでは行きます。位置についてよーい、ドンと言ったらスタートね。おいおいおい、治安悪すぎる。本気だから。遊びじゃねえんだよ。ドクロベッド、ドクロベッド、クッキー、クッキーの痛い。位置についてよーい、どんぐり。おいうわぁ、どっかにあるのか、どんぐりが。ごめんなさい、いいだろ。ごめんなさい、間違えました。いや、俺が悪い、ごめん、このチンペルトンはちょっと。あ、すいません、あ、はい、お願いします。何がどんぐりだよ、おめぇ。お前はそういうキャラじゃないんだ。ごめんなさい。位置についてよーい、ドン。さあ、お望みの武器は手に入ったかな。よっしゃ、やってやるぜ。まあ、悪くないね。俺の勝利だ。ディレッディレッディレッディッティッペン。うんちだっちゃおう。花せ。さあ、ここからが本当の戦いやで。その武器でどっちが真のレンジャーか決めるんや。やるしかないぜ。小生らの実力を見せる時が来たでござる。どうあがいたって君たちは僕らに勝てないよ。ミミ、怖いだっちゃお。こんな武器使わなくたってお前らなんて余裕だぜ。なんだ、やめろやめろ、痛いな、やめろ。お前何してんだ、お前、お前も何してんだ、お前味方だぞ、お前痛いよ。シンプルに本当に痛いやつやめろ、お前痛くなさそうにしてよ。なになに、おもちゃやだ。全部そうだろ、それ言ったら。それじゃあ勝負始めい。あお前ら、なかなかやるぜな。認めるぜ。ところで、
3年ぶりに4月末に U-FES ってのが開かれるのは知ってるが、マナルは確か初めてだったぜな。ああ、初めてだよ。俺たちは経験済みだぜ。俺たちと新世代で勝負しねえかぜ。ああ、望むところだ。この戦いの続きは U-FES で、 U-FES の詳細は概要欄をチェック。チケット絶賛こわ発売中 U-FES のオフィシャル公式サイトをぜひチェックしてみてね。だぜ。今やるぜ。かかってこいよ。U-FES だぜ。続きは今やらないぜ。ビビってんだろ。終わりだぜ。ウィンズの前で恥かきたくないんか。